こいいですね。まじまして、模型のロマンを探索する模型所、タンサックです。今回はレアゴスティーニさんの試験販売で、スバル BRZ GT300 を紹介します。国内最高峰を誇る人気のレーススーパー GT の GT300 クラスを制したチャンピオンマシンです。2021年シリーズでスバルチームにタイトルをもたらしました。こちらが8分の1スケール、全長 57.5 センチのダイキャストとプラスチックのハイブリッドボディです。どんなギミックがあるのでしょうか。相関号は490円ですが、総額はいくらになるのか、何号で完結するのかも最後に紹介します。タンサックのチャンネルではレアゴスティーニさんやアシェットさんのパートワークものを中心に紹介しています。チャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。それでは早速大きさやギミック、特徴なども見ていきます。頑張っていきます。はい、はい、大きさはこちらは実物大ではないですね。全長が 57.5 センチ、幅が 24.4 センチ、高さが 14.5 センチで、ダイキャストと ABS 樹脂でできています。こちらは2021年の最終戦の仕様を忠実に再現されています。フロントフードとリアパネルは取り外しができる。エンジンルームはダブルウィッシュボーンのプッシュロッド式サスペンションを忠実に再現しています。運転席の周囲のロールケージやドアパネルなどもこだわって作られています。このフロントガラスのこの右上のところにポジションディスプレイがあって、ドライバーのイニシャルなどを切り替えて表示ができます。この天井のところにドライバーの救出作業用開口パネルっていうのがあって、ここから中を覗くことができます。フロントのエンジンルームを覆うフードは実車と同様着脱式です。空力のためにスリットが設けられてて、あ、ここか、 GT マシンならではです。フロントフェンダーはエンジンの排気がここにあって、フロントタイヤの後方にその開口部が設けられている、これですね。タイヤはダンロップ製のスリックタイヤです。ハイスペックなブレーキも再現されています。このたくさんのスポンサーのロゴは2021年の最終戦の仕様を再現されています。それから運転席のウィンドウの小窓が開閉可能です。レーシングマシンならではのディテールが、 E は消火装置のスイッチ、雷に似たマークはエンジンを止めるキルスイッチ、リアスカートが大きく張り出しちょってワイドです。空力を計算し尽くされた形状を再現しています。リモコンのデザインはこんな感じで、なんかハンドルのようなDS みたいな形になっています。ボタンの色もね、めっちゃカラフルですね。ウィンカーとかギアとかライト、パッシングライト、あとハザードのランプが裏にあったり、イグニッションスイッチ、パドルシフトレバー、6速ギア、ピットリミッター、レインライト、無線通信スイッチ、これがエンジンのスタートスイッチだそうです。覚えるのも大変そうだな。リモコン操作でヘッドライトが光ります。おお、黄色い目だね。マガジンではスバル BRZ GT300 の開発秘話とかレースでの裏話が載っています。それからこのチャンピオンになるまでの歴史などが、戦歴が載っています。
それから組み立てガイド、それからスバルのエンジンについてとかコラムが載っています。それでは早速組み立ててみましょう。じゃん、今回はフロントバンパーが入っていました。応募券はここにあります。大きなポスターが入っています。これが原寸大です。57.5センチ、でかい。実際に組み立てるとこの大きさになります。これだけ部屋に飾っちゃってもかっこいいね。パカ、すごい軽いです。ダイキャストなさそう。軽いな。まずはフロントバンパーから組み立てていきます。マシンの顔ともいえるフロントバンパー、バンパーの左右にサイドウィングやヘッドライトレンズなどを組み合わせる、またピトー管と呼ばれる計測器を組み立ててラベルを貼ります。ピトー管って何だろう。まずこちらがフロントバンパーです。もうすでにステッカーが貼ってある状態で、ちょっとステッカーの凹凸があります。あ、でもないものもあるな。すごい青いラメラメしている。赤い塗装もこんな感じです。わー、結構綺麗に塗装されてますね。後ろはこんな感じ、なんか斜めの線が入っちゃう。見えるかな。とにかく軽いです。で、これがヘッドライトレンズ黄色で、この辺がサイドウィングで、これがエンブレムです。結構大きいね、むつら星。それからこれが気筒管、この黒いのがピトー管で、これもピトー管なんだけど、トリセツは1個しかなくて、多分1個サービスで入っちゃった。で、これがピトー管ラベルとなっています。何が書いてある、スバル61って書いてあります。はい、それからネジはチャック付きの袋で A っていう名前がついて入ってます。これは嬉しい、わかりやすい。はい、まずはエンブレムからつけます。両面テープが貼ってある。ここに真ん中に、あ、はい、できました。次にサイドパーツをつけます。まあ、付属のドライバーも使えないことはないけど、こっちのドライバーがいいです。同じものが欲しい方は概要欄にリンクを貼っています。よし、はい、かなりぴったり設計です。グラつきはない。おっと、はい、こっちもぴったりです。え、ちょっとはみ出るのが正解なのかな。ここはぴったり。
次にこの2つの穴にこれを入れます。折れそうな細さ、こうかな。パチン、あ、パチンパチンだ。はい、接着ではないようです。はめるって書いてあります。こうかな。おー、なんか接着したいな。あ、入った。次にこの穴4つにこのヘッドライトをつけます。ん？こうか。で、へこんでる方を後ろにして入れる。上から押す。こう入った。だんだんできてきた。次にピトー管、こっちの短い方を、の穴が開いてる方に入れる。いたいたいた、入ったね。そしたらこのシールをさん、端っこ合わせて、ちょっと、あんまり合ってないな。輪っか作ってそこに通す。で、こっちからくっつける。あ、ちょっとはみ出しちゃった。はい、ピトー管ができました。外れんかな。はい、これで相関号は完成です。結構ボリュームがありました。ずっと接着剤は使わない感じなんでしょうか。かっこいいですね。それでは2号以降の紹介です。2号でフロントフードを組み立てて、3号でフロントタイヤを組み立てて、4号でフロントバンパーのメッシュ類を組み立て、5号でフロントフードを組み立てるみたいです。お楽しみに。それでは気になる総額です。こちらのスバル BRZ GT300 は全部で110号で完結となっていますので、約2年と3ヶ月ぐらいで完成予定です。金額は相関号が490円、2から110号が1999円、総額は218,381円となっています。金額はすべて税込み金額です。試験販売から全国販売になったら金額が変わることがよくありますので、参考程度にしてください。専用のマガジンケースもありますが、価格は未定となっていました。定期購読するとドライバーの井口選手、山内選手を可愛くデフォルメしたフィギュアと、カーボンファイバーにプリントしたスペックプレートがもらえます。今回は楽しそうですね。高さ 11.5 センチ、横幅 4.7 センチ、奥行き 3.5 センチで製作中だそうです。それから別料金でこのピット内をイメージした専用ディスプレイ台と、雨用のタイヤと晴れ用のタイヤのセット、さらに工具棚、工具カート、工具セット、工具箱、クリーパー、ジャッキ、タイヤラック、ストッピングプレートっていうこのツールセットも準備中だそうです。すごいですね。大きさどんな感じなんだろう。それでは今回は
地域限定販売のスバル BRZ GT300 のギミック、総額、組み立て動画を紹介しました。興味のある方はチャンネル登録もお忘れなく。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだん、また見てね。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。今回もタンサックの動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルではデアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ。週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。